皆さんこんにちは、チョコンです。ということで今回もイートボール2023、来週の月曜日登場、ファンズチョイスイングリッシュリーグやっていきましょう。ということで投票 FP ラストですかね。さあ数々のものが来ました。ラストプレミアリーグ見ていきましょう。メンバーは各クラブ1名ずつのいつものような搭載な感じでございます。上限リークされてないんで予想込みで紹介するんで、実際のものは確認してほしいんですけど、やっぱり上限はね、高めに多分設定してくると思うんで、注目選手が多くなるんじゃないかなと期待してます。ということで早速見ていきましょう。初 FP はあんまりいないなと言いつつも、初 FP からの初回フルハム枠はウィリアンになりました。ようやく来てくれましたね。結構リーグ戦も活躍してたような気がするんですけどね、まあ、適性も広いし好きな選手っていう方は、起用するチャンスありそうです。リーグイベントもありですからね。このバランスの能力が魅力ですかね。ややスタミナは低めになっているんで、しっかりと上げてあげましょう。まあ、スキルダブルタッチをつけると特殊になる、結構特殊なパターンですね。とりあえずスルーパスなんかはつけてみたらいいでしょう。さあ続いてチアゴシウバですね。チェルシー枠こちらの選手になりました。守備能力とジャンプの数値しっかりと90以上を作ることができます。まあ、フィジカルアグレッシブネスちょっと低い、まあ、最低限の数値っていう感じですかね。スタミナもなんとか80乗せられます。まあ、特にパス能力とワンタッチパスを持っているので、ビルドアップとか、そういうところはねかなり重宝しそうな。で過去のバージョンと比べると習慣の強化度フィーチャー一番上2番目は乗り換えるとして、クラブセレクションとは強化度は上がってるっぽいですね。21上限だったので、まあ、20以上になれば乗り換えていいでしょう。まあ、実はショータイムよりも強化度は今回高いっぽいですが、まあショータイムは乗り換えませんよね。さあ続いてカタール移籍が発表されたロドリゴです。 FP ラストチャンスですかね。まあ、逆足やや低いはね見なかったことにしましょう。まあ、スピード瞬発しっかりと上げると、まあ、85以上みたいな数値はできますが、まあ、この選手も結構バランス育成をねしないといけないんで、ポイントがちょっと足りないのと初期数値がやや低めになってました。パス数値がね70はいいですよね。あとはスキルがちょっと寂しいここになってます。さあそしてファンダイクですね。こちらの選手はまあ守備面フィジカル面言うことありません。しっかりと90以上まとめられていると思いますし、ジャンプの数値なんかもありますね。まあ、やはりアップデで波が普通になったのがちょっと痛いですけど、まあ、ちょっと気になるのはスピード面とスタミナ面。まあ、スピード面はしっかりと上げられればいいんですけど、スタミナはどうしてもこの75ぐらいがギリいけるかなぐらいになっちゃいます。あとは闘争心もないので、しっかりとその辺のスキル追加っていうのは必須でしたいですね。そして過去のバージョンを比べると1番目2番目 TS90 統一でもないので乗り換えでいいですかね。オランダバックと比べると、まあ、波の変更はあるんですけど、まあ、上限今回前回が16だったんですけど、割と高めなら乗り換えですかね。こちらのクラブセレクションもね同じようなことが言えそうで、まあ、実はこちらもねショータイムよりもベース能力は高いです。まあこちらは乗り換えなくていいでしょう。さあ続いてギュンドーワン紹介していきます。まあ、波は普通なんですけど、この能力であれば、まあ、弱くはないでしょう。スタミナ90の数値もいいですし、2列目からの飛び出しを持ってます。特にオフェンスセンスから決定力までの攻撃部分言うことないでしょう。いい数値できてますね。まあ、スピード瞬発も悪くはない。TS 補正乗れば80近くでは使えそうです。まあ、あとはスキル、コンカー、ワンパー、スルーパー、アウスピー、しっかりとねもう要所を抑えられてるし、ダブルタッチも持って、もちろんスキル追加できるんで、その辺は強みになってます。で過去バージョンを比べると一番上の週間 FP がまあ最強でいいと思うんで、2番目3番目はフィーチャーなので乗り換えかな。ドイツパックとはほぼトップ強化さぐらいですかね。上限が低めの28ぐらいでした。今回32でさっき出したんですけど、まあ、28以上ならねしっかり乗り換え。クラブセレクションとは割といい勝負ですね。こちらも一応トップ強化さ、ただ上限は32と高かったんで、まあ、32ぐらいにであれば乗り換えてもいいかなぐらい。さあ続いてサウサンプトンはフラウズが、しっかりと来てくれました。セットプレーの数値なんかはかなり目を引くね数値になってますし、パス数値、スタミナ、この辺も抜群なもの持ってますね。まあ足元系とスピード瞬発はしょうがないかなとは思うんですけど、あとはナンバー10がちょっと気になる部分ですが、まあ、右ハーフで使えば発動はします。シュートパスねいいものしっかりと揃ってるし、まあ、ワンシューなんかつけてあげるとフラウズ使いやすくなるかなといった感じです。唯一週刊 FP が出てますね。まあ、週刊 FP は基本的にはいいと思いますし、まあ、プレーメーカーというねプレースタイルも変更されていました。あとワンシュー持ってますね。週刊勝ち。さあエバートン枠はピックフォードゴールキーパーの登場です。コラプシングはねなかなか高い91の数値、 GK センスも割と高めにはすることができます。やっぱり身長と波がちょっと不安なので、なかなかガチスカ級っていう感じではないね。スキルは完璧で、ピックフォード比較すると全てハイライトバージョンですね。ちなみに上限は全部21。まあ一個一個確認すると割と小判よりもね今回強くはなってます。シンプルに20上限ぐらいでもね乗り換えてもいいぐらいになりそう。はい、その他のバージョンイングランドパック、あとはダービー見違える強さ。
さあ、トッテナム枠はケインとなりました。得点力周りは言うことない、さすがの90の数値もできますし、キック力もね、なかなか高い90になってます。あとはヤバト系を振ることでフィジカルとかヘディングの数値しっかり80乗せることはできるんですけど、まあ、リンクフォワードプラス、あとはスピード瞬発、まあ、めちゃくちゃ速い方ではないというところと、188サイズあるんで重みの部分はちょっと不安ですかね。ワンシュー効果ヘッダーヤバト、まあ、しっかりとセンターフォワードに必要なスキルっていうのは結構持ってます。ワンパスルパ、その辺がつけられると最高です。そして過去バージョンですね。2番目はね、フィーチャーなので乗り換えるとして、他はどうですかね。まあ、習慣はね、パスの強化なんかもあるので乗り換えなくて基本は良さそうです。ほぼトップ強化差なんですけど、これ TS90 統一じゃないんで乗り換え、まあ、イングランドパックとはベース能力同じ、このクラブセレクションともトップ強化差、まあ、ショータイムはベース能力が低いとはいえ、まあ、乗り換えなくていいでしょう。さあ、続いてクリスタルパレスはザッハがしっかりと登場するようです。こういうタイプの選手はウィングしかねできないパターンあるんですけど、 CF ちゃんとできますね。この辺は偉い。ドリブル周りやスピード瞬発、特に瞬発95、なかなか数値高くできます。パス決定力ね、初期値が結構低いので、この数値ぐらいというところになってしまいました。まあ、あとはスキルがちょっと寂しいですかね。ダブルタッチつけて特殊にするなり、まあ、ワンパワンシューするパ、しっかりと絶対級のスキル何個かつけたいですね。過去ザハと比べると習慣ですね、まあ、基本的には習慣いればいいかなと思うんですが、スキル追加したいって方は乗り換えましょう。さあ、続いてトリピアですね。右サイドハーフと右サイドバック、どちらでもプレーが可能な選手になってて、まあ、攻撃的にガンガン上げるのであればサイドバックで、まあ、それ以外はサイドハーフが無難でかもしれませんね。まあ、その際は守備こんなに上げなくていいです。足元パスに均等に振ってあげましょう。まあ、こっちの方がなんか個性は出そうですね。サイドバックで使うならインターセプト、マンマーク、その辺が必要なのと、まあ、中盤とかで使うならワンパスルーパス必須級。そして過去バージョンですね。まあ、全体強化を見るなら習慣でいいとは思うんですけど、まあ、尖らせたいとかであれば乗り換えてもいいかな。ブロッカーついてるのは羨ましい。これは指名契約ですかね。まあ、ここからは乗り換えても良さそう。上限27でした。このクラブセレクションも出てましたね。しっかりと強くなってるし、そもそもスキル数がなんか違う。あと TS90 統一じゃないっぽいです。一応こちらもね、ショータイムよりもなんか強いです。まあ、ただショータイムはね、エッジクロス持ってるんで乗り換えなくていいでしょう。さあ、続いてウェストハム枠、デクラン・ライス。いや、これは強いぞ。やっぱりライスは DMF 登録なんですけど、センターバック風育成するとめちゃくちゃ伸びますよね。90以上のスタミナ、フィジカル、ディフェンス面、ほとんど90以上になってますし、スピードもね、最低限76、足元パスもセンターバックとしては高めな方。ここにヘイマンマーク、インターセプトしっかりと揃ってるし、ブロッカーとかがないんでね、しっかりとつけてあげましょう。中盤で使うってなるとワンパスルーパスどっちもなかったりとか、ちょっと癖が強くなっちゃうので、まあ、スキル面見てもセンターバックで使ってあげる方が無難に良さそう。そして過去バージョンですね。まあ、アンカーが欲しいって方は習慣でもいいですが、で3番目はフィーチャーなので乗り換えて、イングランドパックとはトップ強化差くらいですかね。まあ、期間もありますし、上限30ぐらいあれば乗り換えでいいでしょう。指名契約とはシンプルトップ強化差、こちらもね、上限は30でした。前回パストップ強化か。さあ、続いてマンチェスターユナイテッドラッシュフォード。スピード瞬発、キック力の数値かなりね、魅力的なもの作れるんですけど、得点力がねちょっと気になる部分ですよね。まあ、足元パスあんまり振らなかったとしても、決定力なんとか85乗せっていうのがやっとかなというところですね。まあ、身長もあるのでフィジカル面とか上げてあげると個性が出ていいんですけど、そこまでポイント触れません。まあ、あとはスキルしっかりと追加したいものがあるよという方はいるんじゃないでしょうか。根下とかつけても良さそうで、同じフィーチャーで言うと、まあ、このバージョンダービーかな、これは乗り換えでしょう。一応ユナイテッドバックもね、乗り換えぐらいの強さは出てますね。まあ、その他ここにも乗ってないビーコテとかもいるので、まあ、その辺は基本的には乗り換えていいと思うんですけど、習慣のプレイスタイル変更、まあ、B 固定の方がいいっていう方はその辺も考慮には入れたいですかね。さあ、続いてブレントフォードはサイドバックヘンリーが選ばれたようです。小柄なサイドバックなので、やっぱりサイドハーフが無難ですかね。スピード瞬発だったりスタミナだったり、その辺はかなりね強みはあるんですけど、足元パスは初期値結構低めだったんで、8上げてこの数値という感じになります。あとスキルに関してはカタカナばっかり、まあ、絶対級っていうのがちょっと少ないので、まあ、しっかりとサイドバック、サイドハーフ、サイドバックなら守備系、サイドハーフならパス系、その辺つけたいところ。初 FP は嬉しいですね。さあ、続いてレスターはマーディソン枠となりました。まあ、適性も広いですし、いろいろなところで使えるのも魅力と、あとは足元パスに関しては素晴らしい数値できますし、ボディコンも高いですね。まあ、ややスピードとかはちょっと低めにはなっちゃってます。あとはスキル、素晴らしいスキルがね豊富に取り揃ってるんで、まあ、追加する必要もないくらい優秀なものばかり、まあ、ワンシューをつけられると個人的には嬉しいかな。ちなみに来週の復刻、おそらくこのマディソンが復刻されますので、まあ、マディソン狙いならこの復刻でもいいかなと思ってます。クラブセレクションとはこの強化さ、
前回23上限なので、それ以上であればしっかりと乗り換えましょう。適性が増えてますね。右手使いたい方も乗り換えだ。さあ、ノッティンガムフォレスト枠、もうガンキブスホワイト、まあ、しっかりとねバランス育成してあげると、このようにまあいろんなところで活躍できそう。まあ、適性も広いですから。まあ気になる部分で言うと、逆足がちょっと私は気になっているのと、あとはスキルですかね。スルーパスだったりダブルタッチとかがないので、まあ、追加したいっていう方はしっかりと追加して使いましょう。まあ今で出るね復刻習慣がかなり強いので、キブスホワイト狙いって方は習慣でいいのかなって思ってます。ちなみにプレミアリーグで登場したものよりはしっかりと強くなってます。前回上限26なので、まあ25ぐらい以上であればねしっかりと乗り換えていいでしょう。さあ、そしてブライトンからはマクアリスター、かなり攻撃に尖らせることで優秀な能力を作ることができそうです。キック力、スタミナ91っていうのがかなり目について素晴らしい数値持ってますよね。スピードはしっかりと84度まで到達することもできますし、足元からパスに関しては全体的に悪くはないでしょう。波小さいですね。あとはワンパスルバススライディング、ピンクロー、ワンシューも持ってるんだ。ほんと追加する必要ないぐらい。ダブルタッチや闘争心つけてもいいかもしれません。で、過去バージョンが実は習慣なんですけど、ベース能力がアップされていたり、スキルが追加されていたり、アップデートでめちゃくちゃ変更入ってるんで、まあ、シンプルに両バージョン乗り換えていいんじゃないでしょうか。さあ、続いてはワトキンスになります。適性も広くて、まあ、サイドハーフまで左バーできますね。今回上限割と高くなる予想をしたので、空中戦まで割と作り込むことができました。40上限ぐらいあると嬉しいですね。スピード瞬発もしっかり90ぐらいにまとめられますし、スタミナ、キック力、やや決定力は低めになりますが、180センチといいですね。まあ、高さも活かせそうで、扱いやすさも最低限なかなか良さげ。スキルがちょっと寂しす。追加割とねたくさんしないといけなさそう。まずは指名契約と比較すると、まあ強化度が割と高めにはなってるんですかね。スキルはまあ PK キッカーが増えただけ。前回上限は24ですかね。それ以上ならしっかり乗り換え。まあ、週間 FP いれば基本的にはいいとは思うんですが、まあ、スキルもねしっかりと増えてますし、週間勝ち。そしてアーセナル枠はサカになったので、まあ、ショータイムで言うと腕ゴールかなって感じしますね。足元この辺はねやはり高くできますし、スピード瞬発も言うことないでしょう。まあ、適性がやっぱりサイドだけしかできないというところは、起用できる方がねちょっと限られてしまいますね。狭きもやや決定力が上げきれなかったんで、気になる方はもうパス削っちゃってもいいかもしれません。まあ、スキルに関してもワンパチェーシングとかは、まあ、最低限のスキルは持ってるんですけど、基本サイドしか使えないので、ピンポイントクロスとかスルーパスとか、まあ、そういうようなスキルがあると嬉しいですかね。で、過去バージョンいっぱい出てるんですけど、基本的にウィングストライカーしか出てません。まあ、パスまでしっかり強化したいよっていう方は習慣でもいいとは思いますが、4番目はフィーチャーで乗り換えるとして、まあ、ハイライト同士で考えると今回若干強化度は低めなんだ。こちら25上限でしたので、ここを超えるかがポイントになりそう。一応 TS 面考慮したら乗り換えでもいいかな。それから代表のものですね。これは指名かな、まあ、こちらは強化度今回の方が高い。まあ、シンプルに上限前回これは23ですね。そこを超えてくれば乗り換えでいいでしょう。なんなら21とかぐらいでもね乗り換えて良さそうぐらい初期値が高いですね。さあ、続いてウルバーハンプトンはヌネスということで、こちらは初 FP ですね。足元パスの数値しっかりと上げるとバランス系 B2B になります。サイズ 183cm にフィジカルなんかも割と高いんですよね。その辺も魅力。難点はスキルの少なさ。まあ、つけるならスルーパス、シュート系、まあ、ディフェンス系どれかつけたいですね。さあ、最後はボンマスからアンソニーですね。まあ、サイドの選手らしくドリブル周りとかスピード瞬発とか割といい数値はできるんですけど、他が結構まあ普通かなって感じがしちゃいます。あとはサイズ 183cm あるんで、ちょっと重たさとかはあるんじゃないかなと心配になりますね。スキルが少ない。ただサイドで使う分にはピンポイントクロスするバス持ってるのは最低限セーブ。ただスキルもちょっと欲しいんで追加しましょう。というわけで20名一気に紹介していきましたが、まあ、なかなか優秀な選手、多分上限高めにね設定されると思うんで、まあ、乗り換え検討とか初 FP でね、特にプレミア見てる方は結構顔なじみのね、なじみ深い選手多いと思うんで、ぜひコインやれば必ずゲットできます。こちらのチャンネル、ユーフットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。